ウェブソケットを iOS に持ち込んで辛い思いをした経験がありますかということで発表させていただきます。大島と申します。今日このセッションを来られた方もうすでにウェブソケット入れられているとかこれから導入を考えられている方とか、いらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう人たちの参考になれば幸いかなと思います。まず自己紹介です。ウェブリオ株式会社というところでウェブエンジニアやってるんですけども、まあ、最近あんまコードをかけてないです。で、まあ、関西でウェブ系の勉強会を結構やってます。どれもあの下3つのやつなんですけどもどれもウェブのお話です。で、普段京都で働いてて、この前このアップルストア京都行ってきました。朝から並んであれありがとうございます。でここノベルティもらったんですけど、これ T シャツメルカリで見たら1万円って書いてあって、普段1000円しか着ないような人にはちょっとハードルが高すぎてまだ封印中です。欲しいっていう方もしよろしければ声をかけていただいてもちょっと分かんないですけど。で、まずあの紹介なんですけど、この画面、見たことある方いらっしゃいますかね。まあ、いらっしゃったらありがたいんですけども、まあ、じゃあすみません、ちょっと手を挙げていただくような UX を期待しなかったのでとてもありがたいです。で、まあこういうオンライン事情のサービスを、運営しています。で、まあ、これ去年も私ここで同じような話をしたんですけども、まあ、オンライン事情と、まあ、一緒、別でそういう英会話のサービスを、やってます。まあ、この、ビデオのところを、WebRTC というウェブの技術を使用して、ビデオチャットができるっていうこと、で、ビデオチャットで、フィリピンの講師と英会話ができるっていうサービスを提供しています。ただ今日は WebRTC の話は、しません。まあ、去年やったっていうこともあるので、まあ、もし知りたいという方は去年のこの資料を見ていただければと思います。まあ、去年のおさらいもさっと1分でやります。まあ、Web と iOS それぞれで、対応しています。で、ビデオのところが WebRTC で、チャットのところは Firebase で、教材出してるところを、WebView で出してます。で、まあ、去年は出てまだ半年、まあまあ、アプリ用に作り替えて半年くらいだったんですけども、まあ、結構あの好評をいただいてて、あの特に学校現場でその授業の中で英会話を入れたいっていうところが ありがたいことに増えてきて、まあオンライン英会話というものが認知され始めています。で、まあ、使っていただく中でこういう結構要望をいただくんですけども、今回新しい機能の要望として、まあ、音声録音機能っていうのを、作ることになりました。まあ、一部の学校向けではあるんですけども、レッスンの復習であるとか、まあ、先生が後から聞いてその音声で、評価をするっていうことを使えるっていうことを目的に、やってます。で、これアナログなんですけど、まあ、ちゃんとシステムになってて、あのこんな風に録音機器使わないので、ちょっとごめんなさい、滑りました。もうこうなったらちょっと辛くなってくるんですけど、それはちょっと関西人気質のもので。では、使用としてはここはローカルに保存をして、で、そのローカルに保存したファイルを、サーバーに送信すると。では、ビデオ通話のところは、WebRTC 使うんですけども、この送信をどうやったかっていうところが今回のタイトルです。WebSocket を使います。で、WebSocket とりあえず、まあ、何かっていう話からまずするんですけども、まあ、ネットワークプロトコルで、まあ、サーバーとクライアントを双方向に送信します。で、まあ、特徴としては端末負荷とかコネクション保持どちらもコストは低いです。まあ、ただリソース食うとかっていうのはあるんですけども、で、まあまあ、皆さん結構もう周知されてる Firebase とかっていうのも通信のところに WebSocket を使ってたりします。で、まあ、なんで WebSocket を選んだのかなんですけども、まあ、もちろん英会話するにあたって、英会話を失敗する、英会話の通信の方に失敗するということはできません。もちろん我々からしたユーザーは、まあ例えば100人いるうちの1人かもしれないですけども、生徒1人にとってはそれ1回のレッスンなので、そこの失敗は基本的には起こさないようにということで、まあ、前提があります。で、端末負荷を抑える、学校って、まあ、結構 iPad とか入れてるとこ多くなってきたんですけど、 iPad の種類バラバラです。3年前に入れたものとか最新のものを入れてるとかなんで、どの端末でも使えるっていうのがまず1つで、フィリピンのネットワークも、考慮しています。まあ、去年も同じ話、これ、まあ、これもごめんなさい、去年の話なんですけど、全然インフラが整ってなくて、もうめっちゃネットワーク断絶します。で、
なので、まあ、コネクションの負荷っていうのを抑えるのに WebSocket を採用しました。で、他の方法何があったかっていうと、まあ、WebRTC 使って録音っていうのもできます。できるんですけども、コネクションを、そのホースと生徒っていうのと、自身とサーバーっていう2つ貼る必要があって、 WebRTC 結構な負荷がかかります。もう2つコネクションつないであると結構遅延が発生したりとか端末が重たくなったりとかするので、まあ、これは採用できませんでした。で、まあ、どういう構成で録音するかなんですけども、こんな感じです。講師と生徒それぞれ別で端末で録音して、そのファイルをサーバーに送ります。なんで、録音ファイルの中にその両方の声が入るっていうことはないです。で、まあ、Web と iOS 両方先あるって言ったんで、その Web の方でも iOS の方でも、送れるようになっています。それぞれ拡張子が違うので、まあ、それぞれ対応してます。で、まあ、サーバーは AWS で置いてあると。では、5秒ごとにファイルを送信してます。で、まあ、その送信したファイルを、AWS の S3 に置いて、それを、翌日合成してます。で、まあ、なんで5秒なのかという前に、まず実装方法の説明をさせてください。これが、ソケット IO を今回使ってます。まあ、ソケット IO、結構他 のセッションとかでもあったんですけども、まあ、SWIFT の、対応もされているので、それを使用します。で、ソケット IO って何かっていうと、Web ソケットをラップしたライブラリです。で、まあ、サーバーサイトでは Node.js と Java、まあ、もっと対応してるんですけど、もっと対応してるかどうかごめんなさい、ちょっとわからないので、なんですけども、サーバーサイドとクライアントサイドで、クライアントサイドは Node.js、Swift、Java、C++ っていう、まあ、Web、iOS、Android、Windows アプリケーション全部、まあ、使えるようになってます。で、Web ソケットを使うっていうよりも、 Web ソケットが使えないとか接続切れちゃった時とかに、進化を発揮します。で、それが、まあ、どういうことかっていうと、 Web ソケットって結構、まあ、いろんな理由でつながらないっていうことがあります。まあ、ファイアウォールで止められたりとか、プロキシが入ってたりとか、まあ、セキュリティソフトが制限するとかなんですけども、まあ、その時に、Web ソケットの通信ではなくて HTTP ポーリングっていう、その HTTP で常に送り続けるっていう、方法に切り替えて、自動で切り替えてくれたりします。で、学校現場とかだと結構 Web ソケット使えませんみたいなところも あったりするんですね。サーバーの方の設定で、そういうところで、Web ソケットが使えないということがあるんですけども、 HTTP を絞るというのはなかなかないので、これで送れるようになります。で、まあ、もちろん万能ではないので、 Web ソケットだって接続は切れちゃいます。でも、まあ、切れた時でもちゃんと再接続やってくれるようになっています。で、まあ、都市のところは Web ソケットでやります。じゃあ録音どうやるのかっていう時に、まあ、冒頭にもしゃべったんですけど、WebRTC でやろうとすると、まあ、端末1端末1個しかストリームを取り出せないであるとか、音声だけ抽出できないということもあるので、もう原始的に、マイクの AV プレイヤーから、録音できたものをそのまま、取得しています。で、まあ、ここで、まあ、ようやくなんで5秒ごとにしたかなんですけども、Web だとこうマイクの音声をストリーム形式のままそのまま送れるんですけど、ソケット IO、 iOS のソケット IO だとストリーム形式の送信ができないです。テキスト形式かバイナリ形式しか送れないので、一旦保存してバイナリ形式にしてそれを送るようにしてます。ただ明日なんか LT で Web ソケットで動画、ビデオ通話っていうセッションがあるらしくて、もしかしたらソケット IO を使って送ってるのかもしれないっていうのをちょっと今もうビグビグしてますその情報は間違いだったかもしれないとできないはずなんですよ。なんかそのソケット IO のソケット IO アイテムデータっていう方がそのテキストとバイナリーだけだったので、多分できないと思うんですけど、まあ、ちょっと不安です。間違ってたらごめんなさい。では導入していきます。もう9分ぐらいですね、あと6分。で、まあ、実装なんですけど、クライアント作って、そのクライアントをで、まあ、コネクション と、イベントハンドリングを設定で、まあ、データを送信エミットっていうファンクションなんですけど、このエミットっていうことをやるだけで、データ送信まで確認できる。で、まあ、このアイテムマップのところが、まあ、さっきの方が受け取らないっていうところですね。まあ、これだけです。もうこれでもうデータ送信まで確認できました。簡単です。まあ、ここまで簡単なんですけど、まあ、ここからが本当の地獄です
これ社内でデモやったら全然ネタ分かんなくてもう誰もベジータを知らないっていう、あのよかった結構知ってたじゃあ辛い思いまだしてないのでここからですね。でまあここから発生した問題と、まあ、その解決方法について話していきます。あと5分、あと5分ですねまだ緊張してるんでちょっとはい、1つ目が、まあ、HDB 接続に差し替わる。これ、まあ、さっきもうそのまま説明した通りなんですけども、まあ、ウェブソケットダメだったら HDB ポーリングに切り替わるっていうところなんですけども、まあ、これまだ知らなかった時になぜかつながらないと。で、つながらないから調査をして、まあ、ログする、出力して調査をすると、まあ、HDB 通信が行われていると。で、まあ、本来であれば HDB ポーリングで送信ができるはずなんですけど、受け取る側が対応してなくて HTTP で送っても送れないっていう症状が発生しました。サーバーチームもこのウェブソケットのことを知らなかったっていうのがあるんで、送れません。で、かつ時間もありません。 HTTP 対応できませんって言われました。なんで、ウェブソケットを強制します。フォースウェブソケットっていうオプションを使うと通信エラー失敗しても、ウェブソケットになってくれると。でも学校はウェブソケット対応しないところもあると。でもとりあえずこっちで押し切るっていう解決をしました。で、まあ、2つ目です。コネクションオブジェクトを複数できると。結構ビデオレッスンの画面なんで入ったり出たりみたいなことができるんですね。で、入って出てみたいなことをしてると、まあ、接続されないと。なんでだろうって言うと、オブジェクト、さっきのクライアントオブジェクトを破棄しただけでは接続が切れないっていうことが分かりました。なんで必ずディスコネクトを使って、通信を閉じるようにします。で、まあ、接続ステータスを持ってるんでここでチェックをしてこいつがまだ接続中だったら切るみたいな処理を入れます。で、まあ、最後、まあ、今回の仕様なんですの肝なんですけど5秒ごとを実現するっていうことで、Swift のタイマークラスっていうのを使用します。で、まあ、サイクルこんな感じでタイマー起動して録音開始して5秒待って録音停止してファイルを送ったらそのファイルを削除してまたタイマーを起動するっていうことで5秒のサイクルをやっていって、スケジュールタイマーっていうもので5秒ごとを実現しました。でもこれ5秒にはなるんですけど4秒50、もううなずいていただいている方とかいらっしゃるんで多分一部の方はご存知だと思うんですけども、このスケジュールタイマーってメインスレッドで動くからテーブルビューのスクロールとかやったりすると割り込んで5秒にならなくなるんですね。なんでスケジュールタイマーじゃなくてランループっていうクラスを使用します。これで動かすことで、まあ、きっちり5秒になると。で、まあ、なんでウェブソケットの話でこの話をしたかっていうと5秒ごとにならないっていう問題を調べてた時に、まあ、最初タイマークラスを疑ってなかったんで別のところの調査をしてたんですね。で、このエミットさっきのエミットのところにこのディスパッチメインキューアシンクっていうメインスレッドで動かすような処理を入れてみたんですけど、まあ、これでも5秒ごとは改善されなかったと。で、まあ、なんでだろうっていう、まあ、結局、まあ、関係なかったですけど、これ調べてるときに、ソケット IO って、こういうスレッドを持ってるんですよ。ディスパッチ級メインっていう。で、ここに、もうすでにメイン、デフォルトがメインになってるので、最初からメインスレッドで動くようになってるので、まあ、何も変わらなかったなんですけども、まあ、ここを変えることで、任意のスレッドで動かすようにすることができます。まあ、これはいい勉強になりましたっていうだけなんですけども、まとめです。あと1分半。ウェブソケットは簡単なんですけども、とても難しいです。気軽に入れると、辛い目に遭います。で、まあ、よく銀の弾丸って言うんですけども銀の弾丸ではないです。もちろんですね、プロダクトに導入するときはしっかり準備してトラブルを想定して時間を取って入れましょう。今どの技術でもそうなんですけど簡単に導入して、別に苦労もせずにできましたみたいなシステムなんてないので、作ってからがいばらの道です。最初から想定してやっていきましょう。はい、最後いつものやつです。エンジニア募集してます。 iOS とかは全然人がいないのでもし興味ある方教育現場に興味のある方はぜひいらっしゃればと思います。はい、以上です。ありがとうございました。それでは、Q&A に入りたいと思います。コメントや質問のある方、挙手をお願いします。
方って、あのウェブサケットセキュアみたいなやつあるんですか、はい、あっちの方で使ってらっしゃるんですか。はい、SSL にするものですか。 WSS みたいなやつ。はい、使ってます。はい、なんか Firebase じゃなくて、ウェブソケットだけを使うようにしたのって、なんか LT で多分あったと思うんですけど、なんでそっちを選ぶのか。 Firebase ではなくて、ウェブソケットを使うようにした。Firebase にファイルを送信、保存することができるはずっていう話ですか。まあ、Firebase でもウェブソケット的な機能が多分あるので、それで言うと、まあこの辺りから突っ込まれると結構辛いところがあって実はですね、この録音の仕様も あんまり別のチームが作ったものをこれ入れたらできるから入れてくれみたいな感じで作られたので、もうできた頃にはウェブソケットファイアベースではなかったっていうのが回答ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。他にコメントや質問のある方いらっしゃいますでしょうか。もう一度聞きたいんですけど、5秒きっかりにしなければいけない要件ってどういう感じだったんですか。まあ、これも同じでサーバーチームの方がもう5秒前提で来るものとして構成します。で、かつ、その送信するファイルに、まあ、タイムスタンプを持たせる。で、もちろん5秒ごと送るんですけど、ファイル自体は5秒ごとっていう制約があったんですけども、送信時間は特に5秒間隔で来るっていう前提はなくて、間が抜けてたら、まあ、無音を入れるみたいな構成を入れてるんですね。で、そいつがずれてくるんですよ。5秒、実際に5秒でファイルが来てるはずなのに5秒じゃなかった時に。で、実際に聞いた時に生徒と講師がそれぞれ喋ってるタイミングが違うっていう症状が起きるので、まあきち5秒にしてくれと、まあ無茶振りではあるんですけどもなるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ある方、あと一つぐらい。ちょっと若干気になったんですけど、その5秒おきに録音して、またその録音止めて、また新しい録音するってことで、そのブツブツみたいな感じのノイズとかって入らなかったんですか。そこら辺ちょっと、それはなかったですね。そこはちょっと合成の方でもしかしてやってるのかもしれないですけども、特に、はい、そういうことはなかったです。なるほど、ありがとうございます。他にいらっしゃいませんでしょうか。このボタンを押していいですかはい、今公開します。ありがとうございます。